こんにちは、丸さんです。今日もいくつか本を紹介したいと思います。久しぶりにですね、新海誠監督の、君の名はを見ました。やっぱりいいですね。本当に新海誠監督のこう絵というか、背景というか風景というか、アニメーション的には背景画という言い方をするんですが、それがとにかく美しいですよね。何気ない日常の風景であるにもかかわらず、本当にこのアングルで捉え切り取るのかとか、この色を使うのかとか、そんなところを見ながら新海監督の作品を見ていると、本当に自分自身の、周りの日常ももしかしたらそう見える瞬間があるんじゃないかなってこう思ったりとかします。そんなわけで、今日は山中湖情報創造館にある新海誠監督に関する本を少し紹介してみたいと思います。どっから行こうかな。いわゆる小説ですよね。ノベライズのものはあります。新海誠監督の作品は、かなり初期の頃から実は見ていまして、星の声、それから雲の向こう、約束の場所、あとは、秒速5センチメートル、歌がいいですよね。山崎さんね、ワンモアタイムって言います。それから、星を追う子供というのがあるんですね。作画は、ジブリによく似ているなんていう評価もありましたが、そんなファンタジーの世界を描いてたものとか、それから、琴ノ葉の庭というね、ちょっと大人っぽい、アニメーションもありました。そしてやっぱり君の名はですよね。実はどういう今回持ってきたかというと、まずこれです。じゃじゃーん。山中湖情報創造館、小説とかね、ノベライズした本もたくさん、あるんですが、こんな、実は新海誠監督の美術画集というのもあります。これね、いいんですよ。これは君の名はですね、糸守の湖、隕石が落ちてきた湖がこう表紙になってます。まずその雲ですね。彗星が落ちてくる冒頭のシーンとかね、糸守の風景ありますね。このね、田舎っぽいところですね。結構色としては鮮やかな感じで作ってますよね。なんでこんな街の真ん中に湖があるのかっていうあたりです。この自動販売機のところにカフェ作ろうってやつがありますね。それから踏切とか田んぼのあぜ道、なぜかその町に2軒しかないというスナックの絵とかですね、あります。この木漏れ日の感じがまたいいですよね。それからこれテッシーの部屋の中、あとこの物質ですよね。テッシーの部屋の中というこの物質にあるアイテムがなかなかすごいというです。ちょっとパラパラと見ていきます。で、前半この糸守の風景があって、あっちにじゃありますね。で、この過ぎると宮水神社御神体、山に登っていったところですね。御神体になると不思議な空間があります。ちょっとファンタジーな感じですかね。この口上酒を奉納するというか、しまっておく石のところ、そうですね、ここの感じはファンタジー映画っぽいですよね。それからこの川垂れ時、これね、朝日新聞の広告にこうね、両面使って透かしてみると、こうそのシーンが出てくるという広告がありましたけども、あのイメージがいい感じですね。そして、滝くんが住んでる東京の風景で、ネタバレしちゃうかな、糸守とこの東京の風景は実は時間差があるんですよね。それがこの君の名はの、ちょっとしたこうトリックというのかな、あ、なるほど、映像的解釈なんだなっていうのがあります。で、こう飛騨に訪ねていく彗星の話、
三滝公の部屋も出てますね、アパートとかですね。で、飛騨に行くと、高山ラーメン3つみたいなところ、それから、駅ですね、あ、バス停もありますね、うん、泊まった旅館の、あの待ち合って自動販売機になるとこで、またエピロー東京に戻ってきて、新しい時間世界線ができて、三つ葉もちゃんと生きているという世界線ができて、またこのエピローグで東京で2人はアスティンダーがいるですね。やっぱこの何気ない、東京の何気ない日常がまた綺麗なんですよね。で、この、ここですね、この階段のところのシーン、あのポスターにもなったシーン、実はこのシーンもその向こう側の空に大きな入道雲、積乱雲が描かれていて、なんとなく次の作品をご暗示するかのようなのがあります。こんなです、素敵な、画集があります。同じようにちょっと前の、先ほどちょっと出ましたけど、星を追う子供美術画集だとは、これなんかも、ありますが、これはね、だいぶ絵が日常というよりも、前半ちょっと日常的なところがあるのかな、地上世界と、素敵ですね、この地下世界ですね、このファンタジーなので、不思議な世界が描かれています。これもなかなか、あ、これキャラクター設定も入ってる、あと、新海誠をアートワークする星を追う子供、美術歌手、これもなかなかいいですね。で、その前に、これが空の記憶という本があります。まずこれに出てるのは秒速5センチメートルの、あ、いいですね、あの桜の大きな下のところ、まずそれが前半にあり、鉄道電車ですね、電車の駅の風景が入っています。あの秒速5センチメートルは、実際にいくつかのエピソードが入っている作品でしたよね。これは、あ、コスモナウトが入ってます、ね、コスモナウトもそうだし、秒速5センチメートル、そして、星の向こう約束の場所の背景も入ってます。これ今日常とね、SF がこう交差するんですよね。そのあたりは、あの押井守監督の作品にもちょっと似ているところがあるかもしれません。雲の向こう約束の場所、突然北海道にできたよくわからない塔、飛行機で飛んでいくわけですよ。やっぱりこう、なんとも言えない朝なのか夜なのか、昼なのか夕方なのか、その光の微妙な世界、あ、これ後半、そうですね、星の声ですね、初期の作品、やっぱり星の声という初期の作品があるんですが、その背景もあります。学校の教室、同級生がなぜか、宇宙ロボットに乗って、あの戦いに行くという話です。そんなのがありまして、こんな素敵な本があります。で、実はさらにちょっと古いんですけど、山中郷情報操作館にはこんな本がありまして、アニメーションノート2007-05というのがあります。これにですね、実は新海誠さんのインタビュー記事が出てまして、これもなかなか貴重なものですね。その他の方のこの背景が、美術、背景画のテクニックということが書かれている本なんですが、この中にも新海監督の作品が出ています。映画、君の名はに続く新海誠監督の、最新作、天気の子というのがこの7月に公開されますが、ちょっと待ちきれなくてですね、実はこのカドフェスもらってきちゃいました。今書店に行くと、発見角川カドフェスの、この、
冊子がもらえるんですけど、このね、発見くんという犬なんですね、これ、加藤川のキャラなんですが、この体よく見ると実はこれ天気のこのイラスト、イメージイラストになってます。で、この発見くんが、ね、あるので、この冊子をもらうだけじゃなくて、実際この、加藤川の、加藤フェスの本を一冊買うとクリアファイルがもらえるんですね。まあ、ちょっとちっちゃいんですけどね、クリアファイル、素敵なクリアファイルがあって、これももらってきました。これもよく見るとこれと表紙と同じですよね。発見くんがいてですね、この中ちゃんと天気のこのイラストになってて、発見くんの体をこう透けててですね、もう見えるようになってるというのがあります。これ YouTuber ベルさんも紹介してたので、早速僕欲しくなって、もうあの書店まで行ってしまいました。そんなわけで、この天気のこういち早くその情報を知りたいっていう方は、ぜひご近くの本屋さんに行って、加藤フェスで1冊買って、この冊子もただでもらえるので、1冊買って合わせてこのクリアファイルももらうっていうのも一つ手かと思います。そんなわけで、山中校情報創造館、新海誠監督の関連する合集もね、ちゃんと充実してますので、もしお時間ありましたら、ぜひ、ご来館いただいて、手に取って借りていってもいいかなと思います。またこんな風に時々本を紹介したいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。